こんにちは、リョーコバーバです。今回ですね、ここにあるティッシュなんですけど、これは箱ティッシュじゃなくて、ビニール、ポケットティッシュみたいに、ビニールでね、包装されて、ここに切り目があるんですけど、それのカバーを作ろうと思ってるんですよね。で、なんで、これを、カバーを作ろうかなと思ったのはですね、いつもはうちは箱ティッシュを使ってるんですよ。それで今までずっと箱ティッシュで使ってたんですけど、娘たちとちょっと同居し始めて、ティッシュ買ってきてって言ったら、娘がこのタイプを買ってきたんですよね。そしたら主人がね、なんで箱ティッシュじゃないんだって娘に言って、いや使ってしまったら箱ティッシュはかさばるから捨てるときもね、こっちのタイプがいいやんって言うんで、こっちを買ってきたって言うんですよ。だけど使い始めはねいいんですけど、もう最後らへんになったらこう取り出しにくいって言うんですよね。あ、なるほどなと思って、まあこっちの方が箱ティッシュよりも安いんですかね。意外とね、娘はね、節約志向なんで、値段見ながらいつも買うんですよね。それでこのタイプを買ってきたんですけど、もうあんまりこれないんですけど、一つだけね残ってたから、あ、これにカバーを編んでかけようかなと思って、編んでね、ここから取り出すようにしてから、そしたらなくなりがけも取りやすいかなと思って、まあ作ってみなければねわからないんですけど、この一応このビニールのねカバーのかかったティッシュケースのカバーをちょっと編んでみたいなと思って考えてるんですよね。で、糸はですね、糸は今ちょっと少しだけ編んでるんですよ。この糸はダイソーさんのコットンヤーンです。コットンヤーンで今編んでるんですけど、これちょっとこれ一色ではちょっと足らないかもしれないので、スプリンクル、これがちょっとまだ残ってたので、この2色を合わせて作ろうかなと思っています。これはかぎ針が3号ですね。だから3号で編んでいます。で、2色組み合わせてちょっと編んでみようかなと思ってるんですよね。で、編み始めがですね、結局こう袋状にしてこう入れるタイプにしようかなと思って、今側面から編んでるんですよ。側面から編んでるんですけど、目数をですね、このコットンヤーンですか、目数を40目作って、それから角底、楕円にしようかなと思ってたんですけど、もうティッシュ自体がね角張ってるから、角底にしようかなと思って、今角底で4段編んできました。あともう少しね編まないといけないんですけどね、今からちょっと少しずつ編んでいこうかなと思っています。今から5段目を編みますね。この角底の編み方はリリナナさんの動画を見て編んでいます。わかりやすく説明されてたから、この方がなんか編みやすかったのでね。いろんな方のね動画を参考にしていつも編んでるんですけど、ほんとためになりますよね。自分が知らないこともわかるし、ああこうだったんだ、こうすればいいんだとか、いつもこう思いながら
編んでいます。ね、きれいに角底みたいにきれいにこう四角になりますよね。なんか大好きこの編み方は、きれいにできるから。細編みでもうずっとこのティッシュのカバーは細編みで編んでいこうと思っています。今ですね7段編んできたんですよ。それで測ってみますね。だいたい7段でいい感じかな。これから立ち上がって袋状に編んでいきたいと思います。細編みでずっと細編みなんでね、綺麗に角ができますよね。こんな感じでね、四角くね。で立ち上がってもうずっと細編みなんで、どうしようかな、向こう側だけすくおうかな。そしたら角張ってきちっとなりますよね。2目一緒すくうか、向こう側だけすくうか、どっちしようかな。迷いますよね。ちょっと向こう側だけすくってちょっと編んでみようかなと思います。ちょうど角の真ん中のここなんですけど、ここを拾ったらちょっと緩くなるんですけど、ここを拾わないで一つ飛ばして、ちょうど角の目を飛ばして次の目を拾うと、なんか綺麗にこう角張ってたんですよね、以前なんか作った時に。そんなしてみようかな。ね、やっぱり編み物も試行錯誤しながら編んで、自分で納得してからね、一つの作品が作れるといいんですけどね。納得できなかったらね、ほどいたり編み直したりねしますよね。それでここが真ん中の目なん、ちょうど中心の角っこなんで、ここを飛ばして一つ先の目を拾ってしてみます。ここからまたずっとこの緑の糸でね、どのくらいまでこう編むか、こっちのねスプリンクルがどのくらいね使うかわからないけど、ここをこうこの糸でこう編んで、途中まで編んで、この辺をスプリンクルで編もうかなと思ってるんですよね。あ、この辺をね、スプリンクルで編んで、こう端々をね、この、何やったっけ、コットンヤーン。コットンヤーンで端々をちょっと編んで、真ん中部分をこのスプリンクルの色で編もうかなと思ってるんですよね。まあ、うまくね糸がなく消費できればねいいんですけど、ちょっとわからないからね、試しで編んでいるんですけど、同じね黄緑系っていうか緑系だったから、この2色をね組み合わせて編んでるんですけどね。
細編みだからなかなかこう進まないですね途中で長編みとかに変えるかもしれません。今日は朝からなすごく寒かったですね。朝起きてから寒かったから、最近はあの予約でね、暖房起きる前30分くらい前にね、あの暖房の予約を入れていつも寝るんですけど、気づいたらずっとつけっぱなしで、昼過ぎまでつけっぱなししていました。あ、もったいないなと思って今消してるんですけどね。本当今日は寒かった。もうね、4月のね、半ば過ぎてるのに、すごく冷え込んでました、今日は。本当はね、今日はあの、動画を撮る日ではなかったんですよね。主人が仕事で今朝帰ってきて、お昼ご飯食べてゆっくりしてたんですけど、孫たちが今日はなんか大潮みたいで、アサリ貝掘りに行こうよって誘われたから主人が出かけたんですよ。誰かね、家にいると録画もできないんですけど、しめしめと思って今録画撮ってるんですけどねいない、誰もいない時をね見計らって動画撮るもんだから、動画の準備ができていなかったりね、あるじゃないですか。それで、あの前回の動画はあのモチーフつなぎでねしてたんですけど、それも主人が早朝仕事だったから、まだ娘たち夫婦はあの起きてこなかったんでね、主人が出かけた後に早朝だったんですけど、ちょっと録画して、だからあの家の明かりだけでね、まだライトとか持ってないんで、普通日中はね、外の光で十分こう録画撮れるんですけどね、早朝だったらなかなかこうまだね、外が少し明るくなってきたかなっていうぐらいで、家の明かりだけでモチーフつなぎのね録画撮ったんですけど、やっぱり家の明かりだけではね、やっぱ暗いですね。少しライト買わなくちゃいけないんですけど、まだまだその段にはならないんですけどね。ライトとかあればね、こう夜でも早朝でもこう明かりがライトで明るくなって撮れるのかなと思いつつ、まだそこまでは行っていません。皆さんはどんな風にしてね録画撮ってあるのかなっていつも思いながら、私も録画してるんですけど、撤収してきました。まだ1段だからね、そんなわからないですけど、なんかな、こんな感じ
ですね、これからもうまっすぐどうしようかな、長編みとかしたらね早く進むんですけど、どうしましょうかね。細編みだけでだとね、なかなかね進まないから早く進めたいんですよね。どうしましょうかね。まあとりあえず少し細編みで進めたいと思います。今途中まで編んできたんですけど、やっぱり長編みも入れました。早く進むようにね、細編みだけだったらなかなか進まないからね。立ち上がりを細編み 2段して、3段目は長編みのバッテンですか、長編みのバッテンっていうか交差しながら1段編みました。3段目はね。で4段目はこの長編みの交差の長編みをしたらちょっとこう緩くちょっとなったんで、4段目はまた細編みにしました。そしたらちょっと締まった感じでなったんで細編みにしました。だから底の部分を編んで、1段目2段目は細編み、3段目は長編みの交差ですね。で4段目も細編みしました。こんな感じで模様が入りました。で5段目は糸替えをしようと思ってるんですよね。こっちのスプリンクルの方で5段目からちょっと途中までしようかなと思っています。で編み始め、編み始めに引き抜いて、一目立ち上がって、ちょっと太い感じですね。こっちのコットンヤンよりもスプリンクルの方がちょっと太いのかな。それでも編んでみますね。今度は交差だから、今立ち上がって1、2、3目目に長編みをして、1つ長編みを戻って長編みをします。ちょっと硬いですねこれ。2目目に長編みして、また1つ戻って長編み、2目目に長編みして1つ戻って長編み、こんな感じで、最後はここで1つ飛ばしてますけど、最後ここで交差したら最後ここで長編みして止めます。これをずっと一周してきます。スプリンクルで長編みの交差を一周してきました。で最後ですね、一目ここ飛ばしてるからここに長編みをして、で鎖3目打ったところの上のところに引き抜きます。こんな感じで5段目ができました。で6段目はそのまま細編みで進めていきます。このスプリンクルはかぎ針が4号から6号って書いてあるんですよね。でそのまま私はもうこっちのコットンヤンの方の号数でそのまま 3号で編んでいます。ちょっときついですよね。きついですけどもそのまま針は変えずに編んでいっています。ちょっと若干スプリンクルの方が糸が太いですね。
からちょっときつめに編もうかなと思っています。こんな感じでなるんですよね。色の変化が出てきて、スプリンクルもいいですね。これでまた進めてみたいと思います。あ、そうそう、この間から編んでるモチーフつなぎなんですけど、まあ少しずつしか編めてないんですよね。他のね、作業もしたりしてるんで、編んだものをまだね途中なんですけど、こんな感じで今まだまだ編みつながないといけませんよね。こんな感じでまだまだいっぱい編まなければなりません。これがとりあえず横が10個、縦が4個、今40枚つなげてるんですよね。初日から何日からしたんだっけ、昨日で4日目、今日で5日目なんですよね。で、5日目でちょっと少し編んで、全部で40枚、まだまだ先は長いです。とりあえず40枚編めたので、ちょっとだけ報告しときます。